じゃあ読んでいきますね。はい、うん、虫食べるのをふぶきとみこみこも巻き込もうかな。虫おいしいよね。ね、死なないよね。大丈夫だよ。エビ好き？エビは大好きだよ。虫はエビ？ほにゃらららら。これに対してまつりちゃんがなんて感じたの？大したかったのか。エビは大好きだよ。虫はエビというさくらみこに対して、夏色まつりはなんと返したでしょうか。なんだろう。え、もうすでにも団長の上にハテナハテナがいっぱい。もう全然思いついてない。あ、なんだ。でしょうか。正解はこちらです。ドーン。出るかな。はい。エビみたいな味するやつもある。ゆるい。ゆるい。これはもう感想ですよね。あ、なるほど。経験者もそうだったり。経験者だから。結構バツリは、うん、寛大な心というか、こう、それくらい普通じゃないっていうことを結構言ったりするので、あ、エビみたいな味するやつもあれば、ピーナッツみたいな味するやつもあるし、まあなんかこう、そうそう、でもエビっぽいのもあるからきっと食べれるんじゃないっていう気持ちで送りました。すごい。でも本当にこれはまつり先輩だから答えられるんですか。食べないからね。確かに。なるほど。続いてはノエルが出てきますよ。こちらです。どどーん。はい、みんなから祭りへの印象を聞きたいんだけど、祭りは陰キャ？陽キャ？オタク？ギャル？どう思われてるの？包容力があって、すごくホロライブ思いの頼りになる優しい先輩。え、ちょっと何言ってるか分かんない。ちょっと、読んじゃった答え！あー！なに？で、答え読んじゃった！何やってんの？嬉しすぎて読んじゃった！嘘、ほんの、いやなんか、そういう返しだったの？あ、え？返し読んじゃった。答えの載った台本があるんですけど、うん、そのまま読んじゃいました。クイズになってないよ。いやもうこれごめんごめん、特殊な気がする。ノエルのモノマネやるのが楽しみすぎて。はい、足太ったかもしれぬ、てんてんてん。祭りのリプライは何でしょう。何でしょう。どうかな。エル、なんだろう、私だったら、うんうん、祭りそこ好きみたいな。あー、でもいい答えだね、それって。まあまあ、そうそうね、飛んでる答えだ、うん、で確かに、うん、そのなんだろう、このそうそう、わかる、印の感じでキュッてなってんのよ。そうそう、そこで、ね、好き好き太ももが、ここそこ嫌いな人類おらん。いないいないいない。はい、答えに行きましょう。はい、こちらです。イエーイイエーイ。いい、スパムだね。おい、エロガキ。あほい、あほい。フレアのタグ思いつきました。フレアとフレアウフ、ダジャレになってるのがめちゃくちゃおしゃれ。ノエルのエロエ、これは見たいだけです。これに対して、はい、何言ってたのに。デビュー初日にやってるの。これさ、2019年8月1日。うわ、わ、これは、いやもうこれはね、でもデビュー当初なので印象深いというかさ、1年経つのな、うん、そうだ、俺なんか初配信前のタグを考える。はい、待って、初配信前からマリンこれだったの。あ、マリンは変わってないよ。一番変わってないね。運転だな、さすが船長だな。そうそう、はい、じゃあ正解ちょっと見てみますか、はい、こちらです。オークには負けません。言ったこれ。いや、これはさ、もうさ、そういうことじゃないですかってなるよ。なるほど、なるほど。負けません。オークが相手だと決まっているの。これじゃあ、オークには負けませんって言ってもらってもいいですか。オッケー。あ、ちょっと BGM も飛ばしてもらって、はい、いきます。じゃあ、そんな団長のオークに負けないセリフまで3、2、1、キュッ。オークには負けません。かわいい、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 絶対勝てるでしょ、これは。私がちょっとだけさ、はい、今自分オークになってもいいかもって思わなかった。あ、思った思った。なんでなっちゃうよ。怖い怖い怖い、思った。あなた緑にすんな。いや、まつり先輩、オークよりもちょっと怖いかな。あ、オークより怖い。オークより怖い。ちょっと怖い。まつりには負ける？負けませんよ。あ、ほんと？じゃあ後でちょっとこの配信が終わった後に、怖い、配信が終わった後に戦わせても
心助ける助ける分からせてやるよやばい怖いよ怖いよはい続いて大丈夫だよエビ好きエビみたいな味するやつもある包容力があって読んだ